これはモーター。電池をつなげると回り出した。この状況をエネルギー変換という観点から捉えてみると、モーターは電気のエネルギーを運動のエネルギーに変換していると言える。では次に電池をLED に付け替えてみる。そしてモーターを手で勢いよく回すと LED が一瞬光った。実はモーターは先ほどと逆に運動を電気に変換することもできる。こうして生まれた電気のエネルギーが今度は LED によって光へと変換されたのだ。では、LED を電池に戻して、モーターを、このペルチエ素子という素材に入れ替える。温度の変化がわかるサーモグラフィーで観察しながら、線をつなぐと、ペルチエ素子の表面が急激に冷たくなった。裏返すと、こちら側は、暖かくなっている。ペルチエ素子は電気エネルギーを熱エネルギーに変換することができるのだ。そして今度は電池をモーターに入れ替えて、ペルチエ素子を手に乗せ、裏側を手で温めつつ、表側には冷凍庫に入れて冷やした保冷剤を乗せる。すると、モーターが回り始めた。そう、実はペルチエ素子は先ほどとは逆の熱から電気へのエネルギー変換もできるのだ。それでは残されたここ、電気を光に変換する LED でもその逆ができないだろうか。やってみよう。 LED を大量につなげたものを用意し、もう片方には小さな電力でも動く特別なモーターをつける。この LED に強い光を当て、向きを合わせると、モーターがゆっくりと回り始めた。 LED は電気を光に変換するだけでなく、その逆、光を電気に変換することもできるのだ。この世界にあるエネルギーは熱、電気、光、運動といったさまざまな形で存在している。今回の実験で物質や材料の特性を生かすことで、それらのエネルギーを相互に変換できることが明らかになった。それでは最後にこんな実験をしてみよう。先ほどの LED の束とモーターをこのような台車に乗せる。そしてこの台車をよく晴れた日、屋外に設置した。LED は太陽に向くように傾けてある。モーターにはこのような糸巻きをつけた。モーターが回ると糸が巻き取られ、台車が前に進む仕組みだ。日よけの板をどかすと、モーターが回転し、台車がゆっくりと動き始めた。実は LED と太陽電池はその基本的な構造はよく似ている。つまり今走っているこの LED カーは太陽の光を電気に変えて進むソーラーカーの一種なのだ。ただ LED による光から電気への変換はとても効率が悪く、 LED の一部が影に入るだけで十分な電力が得られなくなり、モーターが止まる。未来の科学者たちへ。
ニムス。